こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も近代日本の知識人を解説しながら雑談していきたいと思います。今日は第3章からですね。メンバー登録を募集します。よろしければご登録ください。今YouTube 上のストアからですね、マグカップなど新州読書会グッズを販売しております。おかげさまで、何名かの方に買っていただいて、読書のお供としてお使いいただいております。まあ読書しながらコーヒー紅茶をたしなまれるだかしたためるだか飲まれる際はですね、お使いいただければ嬉しいです。ということでした。じゃあ続きを紹介していきたいと思います。近代日本の知識人の第3章ですね。右のように知識人が職場の違いを超えて一つの知的共同体を構成しているという意識が近代日本では成熟を妨げられてきたにもかかわらず、歴史的に振り返ってみると比較的にそういう意識が高まった時期が3度あったと私は思うのです。この時期については次に順序を追って考察してみます。第1期は明治維新からほぼ明治20年ぐらいまでの頃で、これは近代知識人の生誕期であります。詳しくは立ち入りませんが、例えば名録社に集まった人たちが名録雑誌という近代日本で初めて高級評論誌を出しましたが、そこで福沢諭吉が学者職分論という一文を書きました。学者は政府に仕えるべきか、それとも野にあるべきかという有名な議論であります。そういう問題の提起自身が近代知識人、まさにマンハイムの言う自由に浮動する社会層としての知識人の生誕を告げておりますということです。日本ではですね、前回お話しましたけど、知性の王国、インテレクチャルに対応する人たちが同じその共族の意識を持つには至らなかったと。どっちかというと大学の先生もどこどこ大学に所属してるとか、どこどこの研究室に所属してるとか、そういう所属が主になってしまいまして、社会的に自由に浮動するインテリ、まあギリシアローマの歴史で言えばソクラテスみたいに広場をブラブラして議論を ふっかけるようなインテレクチャルっていうのが、まあ心の共同体としてあるっていう感じがないということが言われてたんですけども、3度だけ日本に知性の王国というか知的共同体ができそうになったことがあるということが紹介されて、まず第1期名録者ですね。名録者っていうのは、森有則という人が、作った、まあ、雑誌なんですね。高級評論雑誌。明治6年に結成したから名録者っていうそうなんですけども、森有則という人は、夏目漱石の心に出てきますね。最初の文部大臣ですね。最初の文部大臣というかあれだ。明治憲法が発布された時の文部大臣で、発布された日に、刺されて亡くなっちゃった。1889年の2月11日、大日本帝国憲法発布式典の日に、国粋主義者に腹を刺されて、亡くなった、まあ、方ですね。まあ、元々は薩摩藩出身で、五代友厚と一緒にイギリスに密航したっていう人たちですね。これは明治維新を学ぶの音声でお話しした話ですけど、この森有則っていう人がアメリカから帰国して明治6年に、で福沢諭吉とか福沢諭吉以下はちょっとあんまりマイナーな人なんで、福沢諭吉ら何人かの、まあその頃の、まあ横文字が読めた人たちですね。まあ日本の近代化と啓蒙活動に携わってた人たちを集めて、まあ高級評論誌ですね。作ったんです、名録雑誌。これ岩波文庫から全3巻で出てますね。私も売ってるの見たことありますね。ということです。まあ、もちろんね、高級評論誌っていうのはフランスとかありますね。メリクール・ド・フランスっていうのが。今週私、あれですよ。
月と6ペンスっていうサマセットモームの小説やんですけど、まあ、あのイギリスとパリが舞台になってるんですけども、ロンドンとパリか、まあまあパリの、まあ、高級評論者なんですよ、メリクール・ド・フランスっていう、その芸術論とかね、なんかそういう批評が載ってるような、まあそこにその絵の批評が載るとかいうのが書いてありましたよ。まあそういう高級評論誌が今までなかったんですけども、明治維新、明治6年に、まあ名録者に集まった人たちが、啓蒙活動を目的として、名録雑誌という高級評論誌を出したと。で、福沢諭吉が学者職分論というのを書いたんですね。これは学者は政府に仕えるべきか、それとも在野にあるべきかという議論だったんですね。で、続きです。そういう問題の提起自身が、近代知識人、まさにマンハイムの言う、自由に浮動する社会層としての知識人の誕生を告げております。この問題をめぐって、同人の間でも議論は分かれたのですが、在官であると、在野であるとにを問わず、彼らはあくまで名録者という知的サロンの同人であり、名録者、解散後もそういう知的共同体の成員であるという意識を持ち続けたということです。まあ、福沢諭吉は在野で独立独歩、一心独立して一国独立っていう人ですから、てめえがまず独立しなきゃ国の独立なんかねえだろうっていう、まあ、まっとうな、至極まっとうなこと言ってますね。今の慶応義塾大学の人たちがそうかどうかわかんないですけども、出た人たちが。自分が独立していることがで、ね、国家は独立するんだって考え方ですね。だから在野でいるべきだっていう考え方ですね。まあ、結局ね、福沢諭吉自体は別に政府に仕えたことないですから、在野の知識人としてやってたわけですからね。で、まあそういう問題を提起したんですね。まあ本来の意味のインテレクチャルズであれば自由に浮動する社会層ですから、まあ政府の所属に縛られないというところで、同じインテレクチャルズという、インテリだという意識を持ちつつ、まあ生きていくのが、ちゃんとした欧米流のインテリだということですよね。で、まあ、同人たちはやっぱりその、まだ近代化が進んでないから、やっぱ政府に仕えてやるべきだって人たちもいたんでしょう。で、まあ、議論が分かれたんですね。だけど、結局、名録者の周辺の人たちは最後まで名録者に、周辺ということで、自分たちは、知的共同体の成員であるという意識を持ち続けたってことですね。で、続きです。自由民権論をめぐって激しい論争が起こっても、対立する立場の学者や、正論記者の間に共通の知性の王国の住人だという意識は失われませんでした。まあ、自由民権運動ってのが起こるんですね。ちょっとこれは私詳しく自由民権運動のことを喋れるほどのちょっと勉強してないんで、またゆくゆくねご紹介したいと思うんですけども、まあとにかく憲法も国会もなかったんで、明治の初めの頃は、明治22年までね。だからその間ほら、自由民権、民権対国権という問題があったんですね。民権というのはその国民主権で国をやっていこうっていう、まあそれはフランス革命とかね、イギリスの、まあその、ピューリタン革命とか名誉革命、いや、ある考え方ですね。その、政府を、憲法で縛って、政府の権力、国権を、国民主権の憲法で立憲して縛っていくって考え方ですよね。俺は自由民権運動としてあって、まあ、元、まあ、元士族の人たちが、それに関わっていくわけですよね。というか、まあ、その、なんだ、どういう形の自由民権運動にもいろいろあるんでしょうけども、ちょっと私はちょっとわからないんで、これはまた今度説明します。まあ、一つは、その中江町民、この後出てくる中江町民の自由民権運動があるんですけども、まあ、これは結局、国会が開設されて、憲法が発布されて下火になっちゃうんですけども、まあ、それまでは、名録者の人たちが、そう、まあ、民権と国権について、啓蒙活動を目的として、激しい論争を行ってたってことですね。いうことです。で、まあ、その自由民権論をめぐっての立場の違いはあったんでしょうけども、同じ知性の王国の住人だという意識はあったということです。続きです。近頃よく取り上げられるようになりましたが、近頃っていうのはこれも1970年代に書かれた文章なんで、近頃よく取り上げられるようになりましたが、中江町民の山水人経輪問答という書物が明治20年に出ておりますということです。
山水人ゲイリンモンドってのは岩波文庫から出てます。私も持ってんですけど読んでないです。中江町民はあのフランス語をやってた人ですね。日本のじゃ東洋のジャンジャック・ルソーって言われて教科書にも出てきますけど、実際に東洋のジャンジャック・ルソーが何なんだっていうことはあのわかんないですね。ジャンジャック・ルソーのね、私も一応その社会契約論をあの解説してんで、30回ぐらい確か、まあ、全部解説したいんですけど、ちょっと私の気力がなくて途中で止まっちゃってますけども、まあこれこそ本当に自由民権運動ですよ。社会契約で国家を作っていくっていう考え方ですね。天皇を中心とした、まあ、五箇条の御誓文じゃないですけど、神々にし、日本の神々に誓って日本の国家を作っていくっていう考え方が、まあ、明治維新のその五箇条の御誓文から始まる国家観ですけども、自由民権運動はもう全然違いますよ。社会契約で、たまたま日本に生まれたから国家を成してんだっていう考え方ですね。まあ、それはジャンジャック・ルソーの、ジャンジャック・ルソーの社会契約論に基づいた自由民権運動の理論的指導者なわけですね。中江町民って。で、もともとまあフランス語を勉強してて、まあそれはあの、ルソーの社会契約論を最初に訳したんですけども、明治7年に訳したのか。まあ、部分訳を民訳論という形で、肯定して出してると。で、まあ、あの、私塾を開いて、その、ジャンジャック・ルソーの思想を教えたってことですね。で、なおかつこの人はレオン・ロッシュの、通訳だったんですね。レオン・ロッシュってのはフランスの外交官なんですけど、まあ日本に駐在してた外交官ですね。まあフランス語ができた、フランス語ができたってことですよ。まあその詳しい話は、レオン・ロッシュの話とかは、あれですよ。明治維新を学ぶっていうコンテンツでお話ししてるんで、また聞いてみてください。で、中江町民の山水人ケイリンモンドっていう書物があるんですね。で、続きです。そこには洋楽紳士と豪傑君と南海先生という3人が登場し、南海先生の家に集まって徹夜で酒を飲みながら国事を論じます。彼らのイデオロギーはそれぞれに違い、しばしば全く正反対になります。結局大議論の末に明け方になって別れるというのが筋書きですということです。なんかまあケイリンモンドなんで、まあ、3人で話し合ってる、そういう書物です。で、そこには洋楽紳士と豪傑君と南海先生って3人がいて、それぞれイデオロギー上の思想上違うんですよ、考え方がね。で、それであの議論し合うっていう書物になってます、体裁の。で、夜通し議論するんですよ。で、どういう内容の議論かっていうと、大雑把に言うと洋楽紳士はラディカルな民主主義と軍備全廃の絶対平和主義を代表し、豪傑君は洋楽紳士に真っ向から反対して権力政治の立場から大陸に対する軍事的進出の方向に日本の進路を見出し、南海先生は2人の議論を調整しながらイギリス流の立憲政治と温和なナショナルインタレストの結論に落ち着きます。結局3人は立場を譲らぬまま別れるのですが、彼らの議論を通じて中江町民は当時の日本が選択を迫られていた主要なイシューを見事に長官図主要なイシューの見事な長官図を書いておりますということです。今で言うと、まあ、洋楽紳士は自由主義者ですね。自由主義、まあ、ジャンジャック・ルソー、まあ、これが一番あれか、自由主義から社会主義みたいな人ですね。軍備全廃の平和主義を唱える、人権思想民主主義を唱える人で、豪傑君は権力政治マキャベリスト、大陸に対する、まあ、帝国主義者か、まあ、帝国主義的傾向のある人ですね。権力政治からの立場から大陸に対する軍事的進出の方向をに日本の将来を見出す人で、南海先生は、2人の議論を調整しながらイギリス流の立憲政治、温和なナショナルインスタレスト、まあ、これも自由主義が言ってみれば、イギリス流の自由主義。洋楽紳士はちょっとフランス人っぽい自由主義ですね。まあ、ルソー的な。南海先生はまあ、ロックとか、エドマンドバーグみたいな感じですかね。まあ、保守ですね。南海先生は日本の、保守って言ってて、どこら辺の保守を言うのが、西部進が保守なのかって問題ですけど、なんで、まあ、西部進は私、大した思想家だと全然思わないんだけども、
なんかまあ一応名前が保守って言うと西部進みたいになっちゃってるからあれですけど、まあイギリス流立憲政治みたいな、なんか先生言ってたってことですね。でまあお互い立場を譲らないまま分かれるんだけども、まあ対立を描きながら当時の主要なまああの異種議題の長官図を描いたということです。で次ですが、私はこの書物をここに挙げたわけで、そういう内ここに挙げたわけはそういう内容ではなくて、むしろこの書物の結尾最後にありますと。二脚ついにまた帰らず、あるいは言う洋楽紳士は去りて北米に遊び、豪傑君は上海に遊べりと。しかして南海先生は依然としてただ酒を飲むのみ。これが終わりであります。この結末はおそらく町民が意識していた以上に、近代日本の知識人がその後歩んだ童貞を象徴しているように思うのです。つまり明治20年頃にはまだこういったイデオロギーの持ち主が集まって徹夜で討論するような精神的空気が実際にあった。しかもこの3人の主人公はこの夜を最後として再び会うことがなかったというのですということです。この作品の最後は、まあ、洋楽紳士と豪傑くんが出てっちゃって、もう二度と日本に帰ってこなかったと。洋楽紳士は北米に留学しちゃったと。豪傑くんは上海に行って、上海に行って、だから中国のね、辛亥革命みたいなのを後押しするみたいなね、アジアの、欧米列強からの、なんかその、帝国主義からの解放みたいな叫ぶ右翼みたいになっちゃったと。で、南海先生はただ家で酒を飲んでると。いうことです。で、これは、町民が意識していた以上に、日本の近代知識人の、その後の歩んだ道のりを象徴しているってことですね。いうことです。だけども、まだ明治20年頃は、立場が違っても一緒に酒を飲んで、徹夜で話すって空気があったんでしょうよ。ということです。で、続きです。洋楽紳士のその後のコースは、一つは末は博士が大臣かと謳われた出世街道を歩んだ人々であり、もう一つはクリスチャンと社会主義者です。もちろん大多数は前者に属し、しかもその中には明治初期には急進的自由主義者であった人も含まれています。まあ、洋楽紳士みたいなその、欧米流のリベラリズム、それイギリスじゃない方のリベラリズムですね。まあ、だからフランスかアメリカのやつか。こういう人たちは、まあ、制度的、知識人になっていったと。官職に ついたってことですね。あるいは大学に所属したって人が大体で、あとはクリスチャンとか社会主義者になったということです。で、元は急進的自由主義者だったけども、まあ大体その、自分の所属を見つけて、制度的知識人になっていったと。で、続きです。第2の豪傑君は、その後中国の上海に遊びます。洋楽紳士と同じ海外に赴くわけですが、中国、東南アジア、インドなどに行くのは洋楽紳士の場合と違って洋行とは通常言われません。したがって豪傑君の人生航路は当然洋楽紳士の、対照的であると推定できるでしょう。上海という豪傑君の行き先は、維新後の一連の反乱から自由民権運動の急進化の時代まで引き続いた国内の動乱状況に住み慣れたために、普段のカオスの渦中にしか精神の慰めを覚えないような習性を身につけた、つまり古来の伝統的表現を用いれば、性、乱を好む行動的知識人、いわゆる大陸浪人に転身していった過程を暗示しておりますということです。まあ、豪傑君はその自由民権運動とかやりながら、まあ、結局そのずっと政治運動がもう大好きで、三度の飯より政治運動が好きで、カオスの中にしか精神の慰めを覚えない人が、まあその大陸の革命ですね、まあ、まだこれは清王朝があった頃ですけども、中国の近代化とか東アジアの近代化を目指して大陸浪人になっていくと。で、革命運動、アジアの革命運動、アジアの知識人と連帯して革命を起こしてね、西洋列強からあの東アジアのね夜明け前を達成するんだみたいな、こういう人たちですよね。で、こういう人たちになっちゃったと。で、彼ら、豪傑君たちは、日本の国家及び社会体制が急速に整備されていく状況にうんざりし、幻滅した挙句、そのロマンティックな野望の舞台を中国大陸に求めたわけです。そこでは清朝の帝国の末期症状がまさに、
計り知れない混沌を弱気しておりました。この大陸浪人は後にラディカルな右翼ナショナリスト、まあ、ラディカルな右翼ナショナリストで北一揆とか大川春明みたいな人たちですね、1930年代に出てくると、こういう極端なラディカル右翼ナショナリストの原型ですが、明治時代においては彼らはに一律に右翼のレッテルを貼るのは早すぎます。西洋帝国主義のアジアへの侵食に対する彼らの悲運の叫び、西洋の圧力に対してアジアの諸国の連帯による抵抗を呼びかける彼らのファンファーレは、実はフランス及びアメリカの革命思想で武装していた自由民権運動の系譜の中にもこだましていました。したがってある時期までは現実政治の配置の中では洋学紳士と豪傑君とが明治の下等政府に対する闘争においてお互いに意外に近い距離を見出したということも十分あり得たのです。ということです。まあ、大陸浪人というとその文学作品出てくるのでは、それからの大輔っていうのはなんかあれですよ、ただ酒を飲むのみみたいな人ですね。まあ、高等遊民ですよ。南海先生、南海先生的な人ですけども、夏目漱石の門に出てくる安井って男がいましたよね。宗助にお米を取られて大陸浪人になっちゃったみたいなね、モンゴルに行っちゃって、堺の弟となんかつるんでね、崖の上の家にやってきたみたいな、会うのが嫌だから逃げ参戦しちゃったみたいな、宗助が大陸浪人になっていっちゃった人ですね。あのまあ右翼、まあその後は後にラディカルな右翼ナショナリストになると、まあ日本の関東軍とかに雇われてなんか、まあ、スパイ活動みたいな政治工作みたいなことをする人たちになっちゃうわけですね。その後はですよ。この頃はでも、西洋帝国主義のアジアへの侵食に対する、抵抗っていう形で大陸浪人の人たちが出てきたわけですよ。でもこの人たちは日本国内の政治に幻滅したわけですよ。急速に国家体制、社会体制が整備されていくと居場所がないわけですよ。まあもともとその政治運動を続けることが目的化している人たちなんで、まあそういう人たちはほら、だいたい西南戦争とかいろいろほら、まあその明治維新の後にもね、不平士族の人たちが、まあ西南戦争やら、まあ神風連の乱、三島由紀夫の北条の海の第2巻に神風連の乱の話出てきますけども、ああいうのに加担するわけですよね。まあその、薩長、有志先生、薩長の下等政府に対する抵抗をやっていくんですけど、まあ、軒並み近代国家の力でねじ伏せられまして、もう活躍の場がないから、上海に行くわけですよ。中国大陸に、明治維新を輸出しに行くみたいな感じで、出てっちゃうと。いうことです。こういう人たちが出てきた。その後は、今度ラディカルな右翼ナショナリストね、満州で五族共和だとか言って、傀儡国家作っていくみたいな流れにさらになっていくと、思想的には。まあでも明治の頃はまだ純粋に西洋帝国主義に対する反抗だったってことですね。抵抗を呼びかける東アジアの連帯を解いてたと。で、その人たちは、まあ意外と洋学紳士と豪傑君とは明治の下等政府に対する戦いにおいてお互いに意外に近い距離だったと。まあこの下等政治じゃまずいってことですね。有志先生じゃまずいから、まあ国会開設を要求したり憲法立憲政治を目指して政党政治やろうとしたわけですよね。まあ洋学紳士君たちはですよ。まあでもそれ上から改革、まあ明治憲法、欽定憲法が発布されて解説されちゃったら、この人たちもまあやることなくなっちゃったわけですね。まあその後は大正デモクラシーってことになっていくんですけども、という、そう、歴史の流れの中で、まあ、洋学紳士と豪傑君が近い時があったということです。まあ、一晩夜通し話し合ってた頃もあったと。その後はもうない。ないんですよ。ということです。で、続きです。そして洋学紳士が制度的知識人と在野反対派に分裂していくのに対応して、豪傑君、大陸浪人の系列も、やがて日本の朝鮮及び中国大陸への帝国主義的膨張とともに、一方では政府軍部の片腕あるいは下請けとして
過去密偵として行動するグループと、他方でアジア主義をラディカルに貫徹して異端の右翼という方運命にをたどる人々、例えば大川周明、北一輝らとの2方向に分岐しました。もっとも一般的に言えば、近代日本の知識人はその教養において概して西洋派と言えますから、時代的に先回りした話になりますが、1930年代のウルトラ右翼、まあ、超国家主義者ですね、 国体名調声明みたいなウルトラ右翼運動において、インテリの占める比率は極めて低く、これらインテリも豪傑君の、末裔というよりは、社会主義やマルクス主義者からの転向者の方が多かったのでありますということですね、ということです。洋学紳士たちは、一つは制度的知識人ですね、官僚とか大学職員になっていくと、あるいは、まあ、福沢諭吉みたいにずっと在野で頑張る人と別れていくと。で、一方で豪傑くんも大陸浪人ですね、軍部の下請けになって行動するグループと、アジア主義を唱えて異端の右翼になる大川周明とか北一輝みたいになる人と2方向に分岐して、いたけども、でも往々にして日本の政治層ってのは西洋派とヨーロッパの、まあ、フランスとかアメリカの革命思想から来てますんで、これに挫折した人たちが、さらには社会主義とかマルクス主義に転向した人たちが、まあ、極右になっていくってことですね。1930年代、まあ、洋学紳士にも豪傑君にもなりきれなくて、一時社会主義とかマルクス主義に憧れた人たちが現実的に挫折していくと、まあ、右翼になっていくっていうか、まあ、大体日本の保守って言ってる人も、もともとはね、社会主義とかマルクス主義に行かれてた時代があって転向してるケースが多いんで、で1930年代のウルトラ右翼、まあ、その戦前の、なんだ、陸軍と密着してたような右翼の人たちですね、戦争を遂行した人たちも、まあ、まずインテリじゃないってことですね。で、少ないインテリも、まあ、左翼運動が、まあ、治安維持法とか弾圧されてから、まあ、右翼になっちゃった人がいるってことですね、ということが書いてあります。ちょっと長くなっちゃったので、今日はこれで終わります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。